今日はマイクロで対決だ。どんな対決やるのかな。村人早梅対決。なんだよその残酷な対決は。だったらなんかいい意見はあるのかい、アゴスター君。そんな名前じゃないから。じゃあすまない先生作り対決なんてどう。やればいいんでしょ。めちゃくちゃ嫌だ。皆さんどうも、バカバカプーバカキンです。バカキンには誰も期待してないよ。ブロックを置いて、はい、できました。できましたじゃないから、どこがすまない先生なんだよ。ドアノブのあたりが似てると思うけどな。何わけわかんないこと言ってんだよ。皆さんどうも、トルトルピカーン先生です。今日は頑張ってすまない先生作ってくよ。先生には期待しております。完成予定図はこんな感じ。すまない先生の画像を粗くしてドット絵にして、これ通り置いてくよ。これ通りを置いてくなんてめちゃくちゃ簡単じゃないか。だったらモグラにだってできるよ。さすがにモグラには無理だから、だったらドイングも設定作ればいいじゃないか。やだね。自分は嫌なのかよ。それじゃあブロックをどんどん置いていきましょう。まずは枠組みから作っていきましょう。あーなんか釣り組み食べたくなってきたな。枠組みから連想しちゃったのかな。大変な作業だからどんどんとブロックを置いていこう。10分かかって首耳終わって髪の毛に取りかかるよ。だけど髪の毛が結構ごちゃごちゃしてるから作るの大変そうだな。建築で作りやすくするために頭ツルツルにしといてほしいね。誰も建築のこと考えながらキャラ作らないから。開始から30分、ようやくこれぐらいのところまで来ました。まだこんだけしかできてないの。これはとんでもない時間かかりそうだ。時間かかりすぎて、もしセミだったら完成する前に死んじゃうよ。まあ1週間あれば作れる気がするけどね。っていうかセミは作らないと思うけどね。思ってた以上に大変だ。顔の輪郭ができてきた。あとは髪の毛を残すだけって感じかな。せっかくだから頭ツルツルにしちゃおうよ。せっかくだったらうまく作ってほしいでしょう。50分経過。ようやく顔の周りは囲むことができたから、髪より先に顔を作っちゃおうかな。どんどんと出来上がってきたね。さすが先生。負けてられないな。僕も作っていくとしますか。プリプリプリポンチ。僕はめんどくさいから、すまない先生のスキンの方を作っていこうかな。めんどくさがるんじゃないよ。それじゃあ足の部分から作っていくよ。なんでガラスで作ってんだよ。普通に作ったって面白くないでしょ。普通に作ってほしいんだけどな。とりあえず青っぽくして顔つけとけばいいのかな。そんなことないから、ちゃんと模様とかしっかりとつけていこうよ。当たり前だなブラックマン。僕だってやるときはやるっていうのを見せつけてやるよ。だったら普通に作ってほしいんだけどな。足はこんな感じだったよね。いい感じ。だけどこんな感じの足ってすまない先生ぐらいだから、これでもう完成ってことでもいいかもね。ちゃんと体も作ってほしいよ。ベージュの色がないから仕方なく黄色のガラスにしていこう。ガラスじゃなくて他のブロック使えばいいと思うんだけどな。それ言っちゃおしまいし、しまい。ハゲの舞、よいしょ。ハゲの舞ってなんだよ。体もこれで完成だ。いい感じにできてるぞ。腕もちょっちょっちょっと作っていきましょう。僕にかかればこんなの余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。よっちゃん小太り。よっちゃん太っちゃじじいだったのかよ。あっという間に腕も完成しちゃうね。続いて顔。すまない先生は難しい作りじゃないからね、パパパーとできちゃうよ。あっという間に完成だ。色薄すぎじゃない、もう乙女じゃないか。こんなのもうお化けみたいになっちゃってるよ。これでもう僕の価値が確定。ありがとうございます。それじゃあ顔作りを頑張っていきます。まずは口から。口はそこまで大きくないし簡単に作れそうだよ。口はあっという間にできたぞ。いい感じじゃないかな。次に鼻作り。鼻もそこまで大きくないからあっという間にできちゃいそう。
だけどちょうど良さげな色がないんだよな。同じ色を探すのか、とんでもなく大変そうだな。仕方なく一番似てるような色にするしかないよね。だけどなんかこの色も違う気がするな。ただの灰色の方が影としてはいいかもしれないな。これでどうだろうな。なんか丸っこすぎる花だな。ダゴパナになっちゃってるよ。全く一緒の色を置けるわけじゃないから、こんな風にもなっちゃったりもするのね。もっとシャープな花に作り直しだ。こんな感じでどうだろうな。まさっきよりは全然いいか。逆に鼻がないクリリンタイプでもよかったと思うけどね。っていうかもうクリリン作っちゃいなよ。クリリン作っても意味ないから。プリプリプリポンチ。続いて目の部分を作っていこう。眉毛からどんどんと伸ばしていく。それにしてもなかなかいい色がないな。全く違う色ばかりくっつけたりしてるよ。これでうまく目できるかな。だったらもう目もなくせばいいじゃない。そしたらもうバケモンじゃないか。とりあえず似た色を置きまくってどうなっただろうな。おうおう、なかなかいい感じじゃない。さすが先生、すごすぎる。次は右側の目も作っていきましょう。色は問題なさそうでいけそうだもんね。こんな感じでいい感じにできたと思うんだけどな。いい感じじゃないかな。ってちょっと位置が高い、なんかずれちゃってる。先生残念、失敗です、失格です。ちょっと失敗しちゃっただけで厳しすぎじゃない。仕方ないから壊して作り直したな。壊すのってセコ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 ショ。左側の目から伸ばしてって作っていった方がバランスは良くなるかもしれないな。これで右側の目が出来上がりだ。果たして今回はバランスうまくいったかな。おーおーおー、いい位置じゃない、いい位置じゃない。これでかなり完成に近づいたね。あと顔は影をつけて残りをベージュで埋めまくれば出来上がりだ。1時間半かかってここまでできたぞ。あとは髪の毛を残すだけだ。先生になんか負けてられないぞ。もっと頑張って作っていかなくちゃな。僕だって絶対負けたくないぞ。バカ銀はどんなに頑張ったって負けだよ。じゃあまずは足を作っていく。なんだよその足は、それ旗だから。ここに体を作っていく。あとは腕をつけて頭をつけて、はい、できました。なんだよこれは、とんでもないバケモン作ってんだ。なかなかやるじゃないかバカキン。これのどこがやるんだよ。負けてられない、こうなったらすごい仕掛けをしてやる。後ろからライトアップしてよりかっこよくしてやるんだからね。光ってガラスがかっこよく見えるようになるのかな。かっこいいところじゃないよ、かっこいい通り越してかっこいい、結構いい、かっこいい。かっこいいってなんだよ、わけわかんないこと言ってんじゃないよ。こんな感じでどうでしょうかって、あんまりかっこよくなってないよ。嘘でしょ、せっかく頑張って並べたっていうのに大失敗。はい、ボケ負け確定。先生だけじゃなくて自分にも厳しかった。プリプリプリポンチ。これは壊して作り直しだ。音が気持ちいい、壊すの楽しい。壊したいがために失敗したかのように見えてくるな。じゃあ次は隙間を作ってバリアブロックをどんどんと並べていく。あとはこの間にみんな大好きなマグマを流していけばいいんだけど。ほんとマグマ大好きだね。これでどんな感じかな。おお、かっこいい、マグマかっこいい。そうなの、さっきとあんまり変わらない気がするけどね。これが夜になったらよりかっこいい。光ると確かにかっこいいかもしれないね。先生もラストスパートといきますか。残りの枠組みつけてよく。
結構入り組んでて、まさかこんなに大変だったとはな。紙の枠組み作るだけでめちゃくちゃ時間かかっちゃったな。最悪だ。だけどいい感じにできてきたんじゃないのかな。だけど時間かけただけあってすっごいな。どんなに時間かけたってもうミスして失格してんだけどね。先生に対して厳しいな。あとは色塗り、青色の部分を塗っていって、続いて灰色の部分も塗っていきます。3時間かかってようやくできたぞ。完成がこちら。さすが先生、うますぎるよ。これはすごい出来だ。というわけで今回の対決はここまで。今回の勝者はバカキン。なんでバカキンだよ。なんでこんなのが優勝なんだよ。だって僕と先生はミスして失格だからね。ルールがむちゃくちゃすぎる。というわけで次回の対決もお楽しみに。バイバイバイ、ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。